今日は晴れ、愉快なシャツ農園始まりますよ。あまり寝てません。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて。フレンドコモデピも一緒に、フレンドクスクス笑ってるよ。はい、格屋根です。おー、サクッと終わらせたいと思います。今日はなんと、おぴょさん今日は元気そうですな。ほら元気だよ。ほら例のもんよこすよ。ほら役よこすよ。ぴょさん今日4時間ぐらいしか寝てないや。あー
ね、よいと、まあこの暑さでお前バテるぞ、お前寝るのも仕事だろうが。ここはかゆいのかな、ここかな、ここ、こちらのインパクトの関東の沖で買った、ちょっと使い方見てました。このトルク155とかここか160とかあります。これは強い方なんですかね。こちらは呼び苗の予備ですね。 MT ソフィア、脇芽と双葉取ってませんでしたので、あ、昨日つるあげして、あの脇芽取ってませんでしたので双葉取って、は1、2の3。そしてそろそろ子づるのですね、一節の芽はやろうかと思ってるんですが、見ての通り石管がですね10センチないですよね。暑さのせいかカツカツって出てきてますんで、ちょっと悩んでます。あ、二節にしようか悩んでます。フィニッシュですね。はい、すべて入れ終えました。もはやエコファーマーは全く関係ないが、これ。これ外れないんです、はい、もうこれ捨てるつもりなんですけど、皆さんだったらどうしますか。これ微妙にこの 13mm とより小さかったですね。どんな規格なんでしょうか。錆びついてちっちゃくなっちゃったんでしょうか。毎度おなじみのピオさんですよ。豆食った、うまかった、牛負けた。本日は皆さんお疲れ様でしたね。今日はこっちは最高の天気でしたよ。暑すぎずに、明日明後日なんか雨かな。いや、頑張ってまいりましょうね。最初は俺俺あっち見てした。じゃあまたな。蚊がいますな。じゃあな。